ルナオービター午後は NASA によって1967年に打ち上げられた月面探査機。ルナオービター計画の最後の機体であり、アポロ計画やサーベイヤー計画のためのさらなる着陸地点の写真撮影と、写真のなかった月の裏側の広域観測イメージの収集を目的に生産された。他の機体と同じク人検出放射線量測定 月面測量装置なども装備しており、これらによるデータは、有人宇宙飛行ネットワークの追跡ステーションと、アポロの軌道決定のために利用された。ポール・スピューディスは、ルナ・オービター計画と、サーベイヤーによって、人間を月へ送り込めるという核心へとつながったとしている。宇宙機は、アトラス・アジェナによって1967年8月1日に、打ち上げられ、 1> 月1 0位軌道に乗り、1967年8月5日に、軌道傾斜角85度、194.56023km の大円軌道、軌道周期8時間30分の月周回軌道に投入された。8月7日には、近点で 100km の高度まで下げられ、8月9日には 99,499km の大円軌道に、 軌道を変更し、軌道周期は3時間11分となった。宇宙機は1967年8月6日から18日にかけて写真を撮影し、8月27日から読み出しが行われた。合計633枚の高解像度写真と211枚の中解像度写真が得られ、画質の良いものは2メートル単位の解像度まで下げることができた。また、 5台のルナオービターシリーズによって、前月面の99%の地域の写真が得られた。また、ミッションすべてを通して、他の観測装置によるデータ採取も成功を収めた。ルナオービター5号はその後も追跡されたが、1968年1月31日に、月面座標なに2.76度、成型83度の位置に墜落した。ありがとうございます。